東京国立近代美術館は、独立行政法人国立美術館が運営する美術館である。東京都千代田区北の丸公園内にある本館と、石川県金沢市にある国立工芸館から構成される。明治時代後半から現代までの近現代美術作品を随時コレクションし、常時展示した初めての美術館であり、それまで企画展等で、 仮物の展示を中心に行われていた日本の美術館運営に初めて美術館による美術品収集をもたらした。収蔵品は2020年度時点で日本画854点、油彩画など1290点、版画3060点、水彩、素描4135点、彫刻480点、映像75点、書21点、 写真2947点、美術資料687点、合計13549点に及ぶ、開館時間は10時17時、休館日は毎週月曜日及び、年末年始、展示会期間等。1965年、国会議員による芸術議員連盟が東京都知事に対して、代々木のオリンピック選手村跡地へ移転できる。 要要望書を提出するも実現せず、1969年6月、新館として、千代田区北の丸公園の一角に開館する。新規の収集や、文化財保護委員会からの美術品の管理替え、また、作家自身や収蔵家からの寄贈等が多くあり、収蔵規模に限界が来たことに伴う移転だった。近代美術館評議員であった。 ブリジストン創業者の石橋章二郎個人が工学博士谷口義郎の設計による建物を新築し寄贈した企画展の規模拡大さらにコレクションのさらなる増加建物の老朽化が危惧され2002年1月まで約2年半に及ぶ大規模な増築改修工事が行われた展示室の大幅な拡充ライブラリー 市聴各施設の充実、バリアフリー化、耐震工事のほか館内に有名、レストラン、クイーン、アリスワクア東京が併設された。最寄りの鉄道駅は、東京メトロ東西線、竹橋駅。以前は特別展開催時の多客機に丸の内シャトルの延長運転や、東京駅から無料シャトルバスを運行していた。 国立工芸館2020年10月25日、東京都千代田区の北の丸公園にあった旧工芸館が、金沢市の本田の森公園内の石川県立美術館と石川赤レンガミュージアムの間に移転して、通称国立工芸館として再開館した。この際、正式名称は東京国立近代美術館工芸館のままとされた。新しい建物は、 旧第9師団司令部庁舎と金沢開校舎を一区復元してものである。開館にあたっては、旧工芸館の所蔵作品のうち工芸品を中心に約1900点が移転され、残りの工業デザインやグラフィックデザインを中心とした作品群は引き続き東京の本館で保管を続ける。名誉館長は元サッカー選手の中田秀俊。 2021年4月1日より、それまで通称だった国立工芸館が正式な名称となった。移転前の旧工芸館旧工芸館は、1910年に皇居北側に建設された大日本帝国陸軍のこの絵師団司令部庁舎を改修し、1977年11月15日に東京都千代田区の北の丸公園に開館した。なお、 建物は1972年に重要文化財に指定されている。旧工芸館の改修保存工事では、外観は屋根が三河羅武器からスレート武器に変更されたのみだが、内部区体は、レンガ壁の内側をコンクリート補強し、耐震、防音、断熱工事が施されており、中央階段付近以外は原形を留めていない。旧工芸館は、 明治以降の日本と外国の工芸及びデザイン作品を収集し、特に多様な展開を見せた戦後の作品の収集に重点が置かれた。中でも人間国宝の工芸家の作品については、極めて充実した内容となっており、陶磁器、ガラス、漆行、木工、窒工、染色、人形、金工、工業デザイン、グラフィックデザインなどの 各分野にわたって、総数約3700点を収蔵していた。2020年2月28日、金沢への移転に伴い閉館。重要文化財重要文化財。ありがとうございます。